はいどうも、スケです。今回はコールオブデューティーブラックオプス3の、チームデスマッチやっていきます。まあ今回も引き続きグラビティおじさんの登場でございます。というわけで、相手ね、3、4パーティーくらいで途中参加なんですけど、やっていきましょう。本当はね、スナイパーを使っていこうかな。お、始まったばっかりだ。もうゴリゴリやん。なんて言ってんだろう、パーティーやし頑張んないとやばいっていう感じで、しかもね、めっちゃ抜けるんだな、こっちが。くっそ。多分リス固定さそうと思ってるから、これは多分やばいよ。ワンチャン1キルもできないかもしんないよ、こっち。冗談抜きで。こういうパーティー絶対勝てないんだよね、ノラで行くと。あ、1キル俺がもらったよ。あのね、打ち合いが強いっていうのは、まあまあまあ、あるのはあるけど。全然当たんねえんだよな。お願い、同じ横見ないで、バカ野郎が。ほんまに味方。辛いな。多分ね、リス絶対無効なんで。最近でもクーダさんしか使ってないっす。ちなみになんかね、KN のエピック出たんですよ。ストーン迷彩かな。これ倒せる。なんだい、シェーバね、強いよね、シェーバ。こっちの成績よ、ゴミやん。ここで待ってもね、多分負けるんだよね。よかった、こっち見てなくて。もうね、チーデスね、ほんとこういうゴリゴリのパーティー組まれてたらマジで勝てないんで。こういうね、もうリス狩りですよ、いわゆるね。こればっかりされるんで。サブまでも勝てないからな。上から見えねえし、外周はやられるし、でもほんとね、攻める場所がないんすよ、マジで。今回当たったぜよ。もうこうやって1キルしてこうやって逃げるみたいなこっすいやり方しないと、こういうターンパーティーね、まあもう言うてマッチングした瞬間にもう勝利はもうないんですけども、自分の中でね。だけどまあ自分の成績が剥げないようにすることはできる。まあ相手からしてなんぞこのノラうぜえなと思われてますけど、俺からしてもね、相手こうパーティー組んでること自体がもう腹立つから。上来そうなんだけど、顔出すとシェーバーに抜かれるから、あんま顔は出さない。半身くらい出しても相手から見えないくらいで、相手絶対パーティーで VC とかつけてるから、そこをこうなんか連携取りながらこうしてるんで、あんま死なないように立ち回りはしているつもりです、自分の中でね。こういうねやり方が一番危ない。警戒してんだよ、これめっちゃ。これこの後腹立つやろな、あのシェーバー野郎も。はよこいつ顔出せやボケみたいな思ってんでしょ、ね、出さないよ。確実キルしないとね。よし、指は溜まった。完全に顔出す、絶対これバカ撃つな。これがなんかまあ、もう勝ちはもう捨ててるけど、その個人的にハゲない立ち回りっていう言葉も好きじゃないけど、攻め方ですね。こ
まいぞ。はい、シェーバーさんおつです。まあ言うてね、これこう、まあ試合はボロ負けですけど、まあ個人のスコアとしてはそんな悪くないでしょ。まあ相手もパーティーなんでね、その突っ込む人と、その引っ込む人が多分もう分かれてるんで、その突っ込む人だけを狩れば俺はいいかなと思ってます。あぶね、だからもう完全クソ芋ですけど、これも戦術なんですよ、こういうパーティー戦にはね。ノラで対抗できるのもこういう戦い方しかないから。こっち来るぞ。あーばっかやらかしたなのにこうね、バカみたいに突っ込むと、こんな強い相手にね突っ込むとやられるっていうことなんですよ。もうこの2回取られたんで、ちょっとなかなか攻めれないですけど。あー逃げれんか。とりあえずもうハゲてるのはハゲてるんで、もうこれ以上ハゲないように祈っとけばいいのに、あえて卒るから死ぬんで。リスポンな、この室内多分2回も取られてんだよ絶対。多分赤点つきそうな気がする。味方の足音か。まあ、この場所が強いってわけじゃないけど、そのもう本当にもうこういう強い人の時はもう、あの無理して攻めないっていうのが一番。ノラであれ、ノラであるとかそんな以前に。多分シェーバー野郎が見てるぞ。こっちもな、顔出したら多分やられると思うよ。いやもうこっち来て終わりだぞ。あークソエイムですよね。というわけで、今回はまあ途中参加でね、まあイライラせず、こういうね強いパーティーと当たって、ノラでもまあパーティーの時でも、パーティー対パーティーでもですけど、時にまあどう動いたらいいかっていうのをちょっと参考がてら見てもらえたらなと思いやってみました。まあ部屋選んでるわけじゃないんでね、あのまあこうやってボロボロになる時もありますけど、まあ無理に突んなっていうのがあれかな。まあ21キル9です、1アシストで、まあ全然ハゲたスコア取ってないでしょ。こうまあ試合内容的にはボロボロですけど、こっちの感じからして、多分3か4パくらいやったと思うんですよ見た限り。ちょっとパーティーだけちょっと見て終わろうかな。まあ、ちなみに使ってる武器とかも一切変えてないです。ちょ3パだな。プレイます、自分まだ47レベル。まあ結構頑張ってる方ですけど、なかなかレベルが上がんないですよね。で KN のねエピック、前も言ったかと、なんかゴーゴンのエピックが出たんですよ。まあゴーゴンあんま使ってはないんですけど。というわけで、まあ今回はなんか、まあ本当に敵が強い時はどう動いたらいいっていうのをちょっとね参考がてら見てもらえたらなと思いやっていきました。というわけでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。